アフリカに生息する可愛らしい鳥の巣作りをご紹介しましょう。木にカゴのようなものがつけられていますね。実はこれ綿型旗織りの巣。このように長い草を持ってきて編んで巣を作ります。入り口は下の方にあるんですが、これは雨を避けたり蛇などが入り込まないようにしたりするためです。こちらはたくさんの巣で木が埋め尽くされています。まさに集合住宅といったところ。ここにいるのは社会旗織という鳥です。彼らもこのように小枝などを探してきてはせっせせっせと巣を作ります。さて、いきなりですがここでクイズ。こちらは栗色旗織の巣です。この巣を作っているのは全部オス。オスが一生懸命自分の家を作ってそこにお嫁さんを呼ぶのです。自分で中に入って住み心地を試したりしているんでしょうか。誰かお嫁さんに来てくれないかな。オスはこちらの黄色っぽい色をしたメスたちに求愛行動をします。さて、どんな方法でメスを引き寄せるのでしょうか。1. 巣に捕まって羽ばたく。 2. 巣の周りをぐるぐる回る。 3. 巣の中でお尻を振る。 4. 巣の入り口に餌を置く。さあ、どんな方法でメスを引き寄せるのでしょうか。それでは正解です。今見えているのは全部オスですが、同じ時期に巣が出来上がるんです。ライバルが多いのでオスは必死。さて、どんな方法でメスを引き寄せるのか。ん？なんだか巣に捕まって羽ばたいているように見えます。それをメスが見ていますね。そしてオスが作った巣にやってきました。メスに来てほしいオスは必死に羽ばたきます。どのお家に行こうかしら。ちょっとお邪魔していい？どうぞどうぞ。ちょっと違うわね。そんな。こっちのお家は？ここは最高ね。こうしてカップルは誕生するのです。必死に羽ばたいてメスにアピールした甲斐がありましたね。ということで正解は1番の巣に捕まって羽ばたくでした。一生懸命に巣を作りメスにアピールする鳥たち。いじらしくも愛らしい鳥の世界を垣間見ました。